古代の福岡を歩くシーズン9。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン9。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。古代の福岡を歩くも9年目、シーズン9を迎えました。シーズン9の1回目も、去年と同じ古代の福岡を歩くではなく、お隣の県、佐賀県の吉野ヶ里遺跡から始めます。吉野ヶ里遺跡は、1986年の発掘開始以来、その出土品などから、邪馬台国と結びつくのではないかということで大変注目を集めてきました。そして今年4月に出土した石棺墓の調査で日本中から注目を集めました。発掘調査の対象地はかつて神社があったために調査されなかったエリア、日吉神社の跡地です。残念ながら人骨や副葬品の出土はありませんでしたが、9月からも再び調査が始まりました。この吉野ヶ里遺跡についてお話を、吉野ヶ里遺跡調査指導委員会委員長を務められ佐賀城本丸歴史館の館長でもいらっしゃる七田忠明さんに伺っていきます。インタビューはこの番組の津川ディレクターです。まずこの石棺墓の話から伺っていきます。今吉野ヶ里遺跡ではこれまでにですね、昭和61年からですけれども約4センチ近いですね、墳墓が見つかっているんですけれども、その大半が亀棺墓なんですね。あとは土坑墓とかですね、木棺墓とか、石棺墓がですね、数は少ないんですけれどもね、存在するんですけども、非常にこう石棺墓は数が少ない、ということなんですね。今回もですね、あの場所からこう石棺墓が出てくるというのは あまりこう想像してなかった。あ、そうですか。ですよね。近辺にありませんでしたので。やっぱりあの場所っていうのは、神社があって少しこう高めになってますよね。丘じゃないですけども。そうですね、瀬売山地からこうずっと南の有明海の方に伸びてきた丘陵の一つの先端、部なんですよね。でちょっと少し高まってますよね。だからなんかありそうだなという感じは以前からですね、言われてました。なんかやっぱり少しよりも少し高めだから、地位的にも少しこう高めの方がいらっしゃるんじゃないかというようなことは言われてたんでしょうか。そうですね。ただ神社のこう 森としてですね、全体がこんもり見えたんですよね。だから極端なことを言う方は卑弥呼の墓があるんじゃないかとかですね、そういったこう噂が広がってました。ただ私どもですね、以前から周辺はずっと掘ってるんですね。でほとんどが亀棺、中期弥生時代中期の亀棺墓で占められてたんですよね。で前の調査では何も出てこなかったんですけれども、少し前の調査でですね、今回の調査のすぐ北の方から、腕輪をですね、沖縄の会で作った腕輪を、両手にですね、合計に、25個でしょうかね、25じゃなくて36個かつけた女性がですね、お墓が見つかりまして、で、腕輪だけじゃなくてですね、棺桶の蓋の部分にですね、中学生の鏡をですね、銅鏡をこうが置かれてました。小型の銅鏡なんですけども、非常にこう上質のですね、素晴らしい銅鏡でした。その銅鏡は出てきて出土した近辺にだったわけです。だから今発掘をやってるすぐ北側、すぐ北側に、北もう20メートルぐらいでしょうかね。
それぐらいのこう集団墓地内の一つの神殿から出てきたんですね。はい、20メートルそこのすぐ近くですね。あ、もうすぐそばです、であるだけに期待はされたんですね。まあ、少しはですね、はいはいはい、それで有力者の墓であるんじゃないかと言われたのが赤色顔料があったと、はい、ついてたと、はい、いうことですけども、はい、それで大体それ有力者っていうのは分かるんですか。そうですね、赤色顔料は硫化水銀種なんですね、はい、だからあんまりこう入手できない顔料なんですよね。あ、で吉野ヶ里遺跡でも噴気墓ございますよね、はい、まだ少し前の中期段階ですけれども、はいはい、噴気墓の神棺の内側にはもうほとんど全てですね、朱が塗ってあるんですね。あ、でその中の大半が銅剣とかですね、はい、クラスの玉を持っている、まあ、有力者ということが分かるんですよね。あ、だから一般たくさんこう群を成して埋まっている一般の墓地の神棺にはあまり塗らほとんど塗らないんですよね。だからやっぱりこうどちらかというと有力者の墳墓でよく使われる顔料だということですね。ああ、そうですか、はい、それで大体まあ有力者というのが新聞にこう出てましたけども、はい、有力者という暗いですけど、はい、首長なんですか、それとももっと下の方とかそういうランクはあるんですか。魏志倭人伝にもですね、はい、大臣とかですね王とか、まあ、首長ですね、はいはい、長官次官とかですね、はいはい、出てきますよね。ただ成功とかですね、はい、なんて言いましょうかね、こう、まあ、奴隷的なですね、立場の人もこの名前が出てきますので、はい、まあ、どれような方でどれだけ分類ができるか分かりませんけど、一応期待されたのはやっぱりこう弥生時代後期、ま、後半のですね、はい、末のいわゆる大和国時代の、はい、まあ、吉野ヶ里を治めた首長クラスの人であればいいなということをですね、はい、皆さんが考えたようですけれどもね、大体、はい、まあ赤色顔料でそういうのをこう位置づけることは赤色顔料だけでは無理なんですね。無理なんですか。やっぱりこう、まあ、中国とのこう外交の成果である、はい、中国製の大きな銅鏡であるとかですね、はい、鏡であるとか中国製の当時最新の武器ですね、はい、である刀ですね、はい、まあ、ああいったものをこう備えられている人が大体間違いなく政治的といいましょうかね、はい、身分の高い方だと考えられますよね、はい、まあ、いわゆる市長ですね。あ、はい、赤色顔料、赤色の顔料ですけども、弁柄というのも、はい、もう一つありますね。あります。弁柄というのとその種というのは全然違う、はい、そうですね、弁柄は酸化鉄ですよね。あ、酸化鉄なんですか、はい、自然にこう、ま、こう層をなして埋まってるんですね。あ、まあ、硫化水銀も層をなして埋まってる、はい、あるいは硫化水銀をたくさん含んだ岩石がですね、はい、あるこう土層の中にこう埋まってるということなんですね、はい、全く科学的に違う内容ですよね。あ、そうですか、はい、だから弁柄はですね、はい、遺体にはあまりこう遺体とか亀棺とかいうお墓にはですね、はい、あまり使わないですね。あ、そうなんですか、はい、ただそういうお墓のお祭りとかですね、はい、集落のお祭りで使 う, こう赤い土器ですね、はい、ああいうのではこう弁柄を塗って焼くんですね、はい、ただ酸化塩で焼きますので、はい、空気をたっぷり含んだ炎で焼きますので、はい、真っ赤に白色するんですね。あ、これ硫化水銀を塗って焼いても赤く発色しませんので、あ全然成分が違いますのでね。あるいはもうそのままその岩石を潰して水に溶いて遺体とかですね、はい、棺桶の中にこう塗る、あるいは振りかけるということをやったみたいですね。ああ、そうですか、はい、そうすると弁柄よりも朱、いわゆる朱の方が身分的には少し上からということになるんですか。というかまあ、そういう差じゃなくてですね、はい、用途ですよね。あ、はい、埋葬棺桶であるとか遺体に吹きかけるのは硫化水銀なんですね。朱なんですね。朱ですね、はいはい、で土器に塗って焼くのは弁柄なんですよ。そういう違いがあるんですね、はいはいはい、よくわからなくて、ね、両方こう
間違って使ったりはしてません。ああそうですか、はい、ちゃんと決まってます、決まってます。全然こう鮮やかなんですよね、硫化水源。ああそうですか、はい、種の方はい、とベンガラというとどっちかというとこう土にこう混じったようなかっこいい感じ、少しドス黒くなったりですね。ああ、はい、だからあの焼き物に塗って焼くと非常にこう空気を含んだ炎で焼きますのでね、はい、あの赤く発色をして非常にこうお祭りに使えるような時が出来上がるんですよね。ああそうですか、わかりました。それからですね、まあ、石が重い石がいくつかありましたけど、はい、その石の表面にですね罰印っていうのがありましたよね、うん、あれはどういうふうに考えてらっしゃるんですか。まあ、近辺からもですね、いくつかの遺跡であの数点こう罰がですね、はい、ついたのは見つかってるんですけれども、あのあんなにこう前面にですね、はい、あのついたら非常に珍しいですね。あれはそのなんか呪術的な意味ってのは、まあ、そういうふうにこう捉える方もいらっしゃいますよね、ただこう現代的な罰とはですね、はい、意味が違うだろうと思いますので、意味が違うと思うんですね、それからあの大きなのが3枚こうありましたよね、はい、ありました。あれがあの3つがこう1つのものだったということが分かってますよね、はいはい、で1つ裏返しになってましてね、はい、あのだからあの墳墓であの使う時にあんまり私は意味がなかったんじゃないかと思うんですよね、その罰印というのが。だから蓋として使う前に割る前ですね、はい、あれ持ち運びが大変なんで、多分3つに割ってると思いますね、はい、あの割る前墳墓にこう使う前にですね、はい、多分近辺にこう立っていたですね、はい、建てられていたあの石碑じゃないかと思うんですよね。あ石碑みたいなですね。あその時にはそういったこう罰印が意味があったんじゃないかと思うんですね。あ何かの印、はい、でないとあの、遺体をこう棺桶の中に入れてですね、はい、蓋をする時に一個だけ逆に裏返しになることなんか多分考えられないですよね。あそうですね、はいはい、だから私は別の用途で使っていた、あ例えばこう集落全体のですね、はい、お祭りでこう使っていたこう、まあ、立柱みたいですね、はい、立てかけてあったものだろうと思うんですよね。それを再利用したんじゃないかというか気がしています。記念碑的な、はいはいはい、それを利用したと、はい、それがだから案外こう、はい、宗教的にこう関係のある深い方かも分かりませんよね。あーはーはー、そういったことから言うとですね、はいはい、今週は佐賀県吉野ヶ里遺跡の話を吉野ヶ里遺跡調査指導委員会委員長で佐賀城本丸歴史館館長の七田忠明さんに伺っています。今度は観光について伺っていきます。観光というのはまあ、吉野ヶ里がちょうど弥生時代初めから終わりまでというふうに去年伺いましたけど、はい、その観光は最初から最後までやっぱりあった。だいたいありますね。あ、はい、だったら南の方で始まって、はい、まあ、前期のは南にありますね。あで中期はその南を含んでちょっと大きくなるんですよね、はいはい、で後期になって南北1キロメートルの範囲をですね、はい、囲むようになります。あだからお互い前のものを使ってるほとんどしていません。新たに掘ってます。ああそうですか、はい、でそれで観光は時代によって形とか、はい、まあ、いろいろ変わってくるんですか。そうですね、一番古いのは何と言いましたかね、ちょっとこう、まあ、かまぼこを逆にしたですね、ちょっと底が、はいはい、丸くなってる、ちょっと 丸っぽいですね、はいはい、だから前期も後半になってくるとやっぱりいわゆるこう V の字型、V の字になってくる。実際 Y ですけどね、一番そこ縦に掘るんですね。ああそうなんですか。敵が攻めてきて中へ降りていって足がはまるようにですね、かかと壊しとか言うんですけれどもね。ああそうなんですか。ほとんどそうで Y の字をしているんですよね。ああ Y の字の下に、はい、掘る、はい、ただそういったこう掘り方というかですね、なんかそういった考え方が一緒に入ってきたんですよね。ああだからすぐもうそこは埋まっちゃうんですよね。あこう掘らなきゃいけないというですね、こう言い伝えとか、はい、なんかあるんですよね。あそういう形が観光というのはこういうふうに掘んなさいというような、こう掘らないと敵が攻めてきた時に足がはまるでしょうということで、はい、それとまず掘るんですけどもね、はい、すぐにそこは埋まっちゃうんですね、はい、で中期後期もほとんど同じ形を
してますね、ワイルド。あ、そうですか、はい、あ、同じような形、はい、ただあの全体を囲むのがそんな感じでして、はい、あの後期になるとあの内側にまた環壕ができますよね、はいはい、南内郭とか北内郭と呼ばれる特別な区域を囲む堀がある、はいはい、これはあの違いますね、こう台形というかですね、はい、あの上が広くてそこは平らなんですね。ああ、そうですか、はい、だからどちらかというと前期の古い観光の断面と似てますね。あ、はい、それであの物見櫓っていうのが途中で出てきますから、ね、はい、あの物見櫓が出現した時期というのはいつ頃なんですか。まあ、日本で一番最初はですね、はい、あの福岡県の小郡市の一の口遺跡とありましてね、はあ、これがあの弥生時代中期の初めぐらいの遺跡なんですけどもね、はい、そこはあの看護集落ではなくて、あの柵をですね、はい、あの集落の周囲にこう巡らせて中を守る、あの構造なんですね。あの、まあ、看護が柵になってるんですけども、はい、その柵がですね一箇所が外に向かってこう飛び出してましてね、はい、その内側に4本柱の建物があるんですよね。これは私はもう日本初の物見櫓だろうと思うんですね。でその後ほとんど見つからなくて、はい、もうその後が吉野ヶ里になるんですね。あ、そうですか。だからかなりも数百年もですね、はい、そういったものがこう 入ってきてないというかですね、はい、日本で建ってないんですよね。まあ、中国の影響を受けた暗号があるというふうに書いてありましたね、はいはいはい、それはどういうところが。あの先ほどのこう物見櫓もですね、はい、あの物見櫓もそうですとか、あの出入り口ですよね。あ、出入り口、はい、あの、まあ、中国のあのお城はですね、ご存じの通りこう今でもこう旅行しますとね、中国のお城を見ると、はい、こう城壁が残ってますよね。はい、残ってます。これ半築で作ってますよね。あ、土で作ってます、はい、で城壁の途中途中がこう外側に向かって四角く、はい、あるいは丸くですね、はい、飛び出してますよね、あちらこちら、はい、あれはあの中国の当時 あの言葉ではあの馬面ですね、馬面、馬の面とか、角の突出は角炉とか呼んでるんですね。あ、であの日本はあの中国のいろんな歴史書から見るとですね、紀元前1世紀以降はですね、はい、の外交を盛んにやってるんですね。あ、はい、だからあの中国あるいは中国の直轄地のですねお城であるとか、はい、あのまあ、五漢時代にはですね、あの、はい、都まで行ってますよね、はいはいはい、だからもう壮大な中国 あのお城を見てるんですね。あ、だからあのそういったこう突出部であるとかですね、はい、そこは高いでしょ、はい、だからあの出入り口は何度もこう屈曲しないと中に入れないんですよね、はい、これ敵が攻めないように、あ、攻めてくれないように、はい、な作りなんですね。あ、けども多分びっくりしたんでしょうけどね、あ、そういったものを見て帰ってきて自分たちの集落でもやっぱ中国の傘下にいることをですね、はい、傘の下にいることを高くこう示すためにですね、あの真似したんだろうと思うんですね。あ、だからあの中国の城壁の突出部をですね、はい、あの吉野ヶ里遺跡ではこう環壕を外に飛び出してですね、はい、外側に張り出してその内側に櫓を設けて、はい、その役割を果たすんですね。ああの半築で城壁はできませんので、はい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 、日本ではですね、はい、あの環壕を掘ってその外側に掘り上げた土を積んでですね、はい、まあ、一見ですね中国のお城風にですねやってます。あ、そうですか。なんか出入り口もあの北に行きますとこう食い違いですね、はい、まっすぐ入って左へ曲がってまた右へ曲がらないと中に入れない構造してますよね、はい、これはまさにあの中国のですね、はい、あの焼き物の亀とかですね、はい、という漢字書きますけども、あの亀城とか言って王城と呼ぶんですけどもね、これはあの食い違い、書き方の食い違い入り口なんですね。あ、そうですか。そういったものを経験してきてますのでね、はい、まあ、同じ意味で中国に似せてですね、はい、吉野ヶ里の出入り口も作ってるんですね。あ、でそれは北内郭の出入り口ですけど、はい、南内郭はですね、まあ、一直線で入れるんですけれども、その両側にですね、はい、突出部と櫓が立ってるそびえてるんですね。あ、これも中国ではですね、大きなお城とか屋敷のですね、はい、正門、はい、はですね両側に櫓が立ってるんですね。あ、総結っていうんですけども、あ、ちょっと難しい感じですけども、
もうそれを見てないとできない作りなんですよね。だからあの中ああそうですか、はい、それ 見てないとできない、できないですね。でそれがですね、日本の今どこでもないんですね。吉野ヶ里遺跡だけなんですよ。あ、そうですか、はい、へえ。だから吉野ヶ里の集落にいた人たち、はい、なんかまあ、まあ公開する人でしたけれどもね、彼らが中国との外交に深く関わっていたということが分かるんですね、はい、あ、それ見てきたやつを自分のところに写して取り入れてる、はい、でその取り入れたやつをこれは他の人に見せるためにというのがあるんですか。まあ、あのやっぱあるでしょうね。あの、うん、地域の中心的な集落であったらいろんな人が来ますからね、いろんな集団が入り込んできますので、はい、それに対してどうだというですね、こう象徴というかですね、中国とこう関係が深いあの集団であるということをですね、高くあの強く示すためにですね、私は作り上げたあの装置ではなかろうかと思うんですね。本当にこう軍事目的で作ったんじゃないと私は思うんですね。ああそうですか。見た目を中国らしくしようということで努力したと思います。そうするとあの物見櫓が出現した時期というのは大体中国からの影響を受けたあたり。そうですね、あの本格的な外交を始めた頃ですよね。今週は佐賀県吉野ヶ里遺跡の話を吉野ヶ里調査指導委員会委員長で佐賀城本丸歴史館館長の七田忠明さんに津川ディレクターが伺いました。来週もこの続きをお送りいたします。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。こんばんは。 こんばんは。この吉野ヶ里遺跡がある吉野ヶ里歴史公園を楽しみましょう。はい。坂田さん行ったことあります？もうまさしく去年あの謎のエリアの発掘が始まった時に取材で行きまして、おまるでもう弥生の里に迷い込んだんじゃないかという本当に見事に整備された公園ですよね。そうなんですよね。あの物見櫓も目を引きますし、竪穴住居があって高床倉庫があって、いや、うん、本当にあのタイムスリップした感じがするんですよね。関東医に着替えようかと思いました。ああ、水らも言っていただきたい気がしますけどもね。でその時に頼りにしてほしい人たちがいるんですよ。ほう。この吉野ヶ里歴史公園って拠点ガイドという人たちがありましてですね、主に南内閣の部分とあと北内閣それぞれに待機してていろんな話を聞かせてくださるんですよ。で今回は通常は南内閣に、拠点を持ってる拠点ガイドの福田幸雄さんにいろいろ話を聞いてきました。あの特別に、全体を一緒に案内してもらったんですけどね、実はね公園に入って建物からこの遺跡エリアに入るときにですね橋を渡るんです、はい、100メートルほどあるんですが、ここから大事なことが始まってました、うん、ここからずっと100メーター行く間に時間2000年間は戻りますので。戻るんです。なぜかというと建物のある側は現在なので、もちろんコンクリートの建物があり自動販売機もあるし、それだけじゃない現代の草や花木がある。あそこまで。そうなんですよ、うん、で橋を渡っちゃうと弥生の頃もうねパッと見全部緑なんです。でこの木々はみんなどんぐり系。おなぜかというと発掘した時に花粉が出てるんですが、この分析をしててそれと合うものを植えていって公園整備をしてるんですね。徹底してますね。もうね聞いてびっくりです。なるほどなと。その他にも出てきたもののデータからもちろん建物も作ってますし、あとあの実は王様のお家っていうのが南内閣にあるんですが、縦穴式住居、式住居がこの王様の骨格も出てきた骨300体分あるんで、そこからデータを集めてこんなお顔こんな体だったんじゃないかっていうお人形を作ってるんですよね、うん、本当にワクワクがいっぱい詰まってるんですが、南内閣まだ、あ広さで言うと南北に、ね、100メートルぐらいなんですね、はい、で横幅が80メートルぐらいのエリア、縦穴住居や物見櫓そして煮滝屋王の住居があるんですけれども、物見櫓上がってみました。高さね12メートルぐらいあるんですよね。めちゃめちゃ風が吹く中で見渡すと西側のバーッと緩やかに広がった田んぼ
それから遠くに霞む、まあ、佐賀の隣町のエリアなんか見えてくるんです。本当に眺めがすごい中に、すごくこう、あ、ここ溝が掘ってあるんですねっていうのが見えたりするわけですよ。はい、こういうものを見ながら、こんな話を福田さんと楽しみました。ってことは、これだけのことをしないと、この人たちは安心できなかったわけですよ。相手がもうちょっと攻めてやっつけられるんなら、こんなことやるはずはないわけですよ。相手の侵入が怖いからやってるから、ってことは相手が小さいはずはないんですよ。周りに競合するような集落チームがいたんじゃないかと。いや、本当にいろんな想像力を刺激されますよね。そうなんですよ。いろんなパターンが考えられてワクワクしてくるんですよね。で、その後北内閣に向かいますと、ここではですね、上柵、土手の上に柵が並んでるんですが、違いがわかりますかって言われました。南内閣に入るときは柵丸太だったんですが、北側は板なんです。ほう。だから向こう側が全然見えない、つまり大切な見せないことが行われてたエリアなんじゃないかと。そしてね、この北内閣のさらに向こう側に亀看板の並ぶ北墳丘墓があるんですが、ここに誤解のないように大切な情報を教えてもらいました。あの王様が亡くなったら入ってるんだろうと思うお客様が一番多いんですよ。でも実は逆で、墓の方が先にあるんです。その後に誰かさんがこの城を、同じ土地を利用して、なるだけ亀館を壊さないような設計をしながら作ったという。それは一体誰なのよという、だから3世紀卑弥呼の時代の誰かさんですよという話しかまだできないという状況ですね。お、墳丘墓の亀館の持ち主と建物を作った人たちが違うという観点を持ちつつ、ぜひ楽しんでいただきたいと思います。あとですね、11月の21日まで、有明海や吉野ヶ里の周辺、あと讃岐の遺跡との比較や検証してます、特別企画展が行われています。邪馬台国と有明の国2、こちらの方もぜひ一緒に楽しみながら学んでみてください。はい、中島理恵さんでした。ここで番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン9のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすれば、スマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。樋口清則です。僕が喋る我思うゆえに我ありがラジオを飛び出してポッドキャストで放送中です。僕の持論哲学を RKB アナウンサーの武田紗恵アナと喋っています。固定観念や既成概念をぶち壊す。ポッドキャスト番組我思うゆえに我あり、ぜひお聞きください。